私はラム、30歳。今日は娘のリリーと私の実家に来ている。はい、これコーヒー。ありがとう。それにしてもよかったわね、やっと結婚式を挙げられることになって。本当に帰りの海外出張が入ったりして、結局3年越しになっちゃったわ。そう、私は結婚3年目だが、今度念願の結婚式を挙げる予定なのだ。今日はその結婚式の招待状を実家の家族に渡しに来たというわけ。今一生懸命準備してるのよ。ぜひ楽しみにしててね。ええ、もちろん。おはよう。猫、今起きたの？もう昼の12時過ぎてるわよ。あれ、ラムお姉ちゃんじゃん。何しに来たの？これは妹のルコ。私より2つ年下の28歳で、独身で実家暮らしをしている。このルコが我が家族の中でも問題児。ルコは小さい頃に体が弱かったこともあり、両親にかなり甘やかされて育った。そのためかなりのわがままに育ってしまい、何かと人におごってもらおうとするのだ。お姉ちゃん、かかってよ、かかってよ、かかってよ、欲しいの。もう分かったから、お店に迷惑だから静かにして。両親もルコには困っていて、なんとか自立させようとしているが難しいみたい。何しにって？今度の結婚式の招待状を渡しに来たのよ。はい、これルコの分、なくさないでよ。まだ全然寝れるわ。食事はもう決めたの？そうそう、そこの式場すごくて。ん？リリー、これにお絵かきする。うん、それはダメぷに。なんか美味しいもん食べたいな。それでね、元高級フレンチのシェフがフルコースを振る舞ってくれるのよ。まあ、それは贅沢だわね。うん？高級フレンチ？フルコース？お姉ちゃん、そんなもの食べに行くの？お姉ちゃん、いつ？それどこのフレンチ？うん？私も行きたい。だから、5月7日の11時からよ。フレンチのお店？確か名前は…フレンチ西田ってところ。5月7日の11時からと。フレンチ西田ね。てかさっき招待状を渡したんだから、それをちゃんと見なさいよね。ねえ、聞いてるの？ラム、無駄よ。何も耳に入ってないわよ、あの子。お姉ちゃんは家族で行くのかな。私も行きたいって言ったら断られるかな。まあいっか、当日私一人増えるくらいどうってことないよね。黙っておいて、当日勝手に参加しちゃおうっと。そろそろおいとましようか。夕ご飯の準備もしなきゃだし。リリー、そろそろ帰るからお片付けしてくれる？はーい。お片付け、お片付け、お片付け、お片付け。嫌な予感がするぷに。全部ゴミ箱、ぽいぽいぽい。やっぱり捨てちゃったぷに。どうするんだぷに。リリー、お片付けは上手にできた？うん、できた。よし、そしたら帰りましょうか。いやいやいや、全然できてないぷによ。じゃあね、ルコ、結婚式は遅れずに参加してよね。また寝てるわ。起きるぷに、やばいことになるぷによ。じゃあお邪魔しました。当日はよろしくね。バイバイ、おばあちゃん。はい、気をつけて帰るのよ。さて、ラムたちも帰ったし、掃除でもしようかしら。あ、そうだわ、ゴミ出してこなくっちゃ。これもまとめて、これも…まあ、テルコったらソファーで寝ちゃったのね。この子は本当にどうしたものかしら。ルコにもラムみたいに早く自立してほしいんだけどね。私たちは甘やかして育てすぎたかしらね。ああ、招待状が、もう知らないぷに。まあ、でもとりあえずはラムの結婚式ね。ああ、私、ラムのウェディングドレス姿に泣いちゃいそうだわ。もう、穴がいっぱいだよ。あれから2ヶ月後。今日は待ちに待ったフレンチフルコースの日だ。楽しみ。
どうせお姉ちゃんにおごってもらえるんだし、思いっきり食べちゃおうっと。フレンチ西田西田、この辺りなんだけど、あった、ここだ。あはー、めちゃくちゃ高級そうなお店。こんないいお店に行くのにルコを誘わないなんて、お姉ちゃんずるいんだから。お詫びにめちゃくちゃいっぱいおごってもらおうっと。すみません、フレンチ食べに来ました。お、いらっしゃいませ。あ、店員さん、私今日フレンチ食べに来たの。後から3人追加で来るんだけど。お客様、失礼ですがご予約は。予約？わからないけど多分取ってると思うよ。多分？ご予約のお名前は。ああ、そんなのわからないよ。ラムお姉ちゃんが予約してない。ラムお姉ちゃん、すみません、お客様、ご予約のお名前がわからないとご案内ができないのですが、これは悪質なクレーマーかもしれん。慎重に対応せねば。そんなのひどい。入れてよ、フレンチ食べたいの。しかし田中店長、今予約一件キャンセルが出たのですが。おう、こちらのお客様をご案内しますか。このまま店先で騒がれても他のお客様に迷惑ですし。そうだな、仕方がない、こちらのお客様を案内しよう。なるべく店の品位を下げるお客様は歓迎したくないが、いた仕方ない。やだやだ、入れて入れて、お腹すいた。お客様、どうぞこちらへ、お席へご案内いたします。あ、本当？はい、なのでどうか床に寝転がるのはおやめくださいませ。なんだ、最初から案内してくれればよかったのに。大変失礼いたしました。席の空きを確認しておりまして。もうこれ以上問題を起こさないでくれるといいのだが。こちらがメニューでございます。はいはーい。どれどれ。値段が何にも書いてないんだけど。さすが高級レストランは違うな。どれがいくらか全然わかんないじゃん。でもまあいっか、どうせラムお姉ちゃんにおごってもらうんだし、気にせず頼もっと。それじゃあこのページの上から下まで全部。お客様、それ大丈夫でしょうか。量的にも値段的にも。ん？何が？いいからさっさと持ってきてよ。1時間後。うわー、食べた、もう中入らないわ。あちらのお客様、30万円分ほど召し上がられてます。30万円。誰にしてもお姉ちゃんたち遅すぎない？11時なんてとっくに過ぎてるけど。私もうお腹いっぱいだから帰りたいのに。しょうがないから電話しよう。早くお会計払いに来てもらわなきゃ帰れないじゃん。なんかお父さんとお母さんからいっぱい着信入ってる。後でかけ直せばいっか、大したことじゃないでしょ。あ、つながった。ラムお姉ちゃん、今どこにいるの？お姉ちゃんたちが行くって言ってたフレンチ、私も来たよ。めっちゃくちゃ美味しかった。で、もう私は食べ終わっちゃったからさ、あとは支払いだけなんだよ。早く支払いに来てよ。ルコ、あんた挙式にいないと思ったら、今どこにいるって？だから、お姉ちゃんが言ってたフレンチ西田に来てるの。今日の11時に予約取ってたんでしょ？はあ？何の話よ、今日私がフレンチ西田に行く？そんなわけないでしょ。またまた、この前家に来た時に言ってたじゃん。嘘だとは言わせないから。あんなに大声で電話するなんて、一刻も早く追い出したい。そんなこと言ってないわよ。私が今日フレンチ西田に予約取るわけがないでしょ。はあ？だって今日は私の結婚式なんだから。は？結婚式今日が？どういうこと？なんで分かってないのよ。招待状渡したでしょ。そんなのもらった。私ちゃんとこの前実家帰った時に直接渡したわよ。どこにやったのよ。リリーちゃんとお母さんが捨ててましたぷに。ってことはみんな今結婚式会場にいるってこと？お父さんもお母さんも？
そうよ、ルコと連絡がつかないって困ってたわよ。もう挙式は終わっちゃって、これから披露宴よ。あ、そうなの？じゃあ披露宴まだ間に合うじゃん。今から私もそっちに行くよ。だから早くレストランの代金払いに来て。何言ってるのよ。私は今から結婚式なんだから無理よ。もうそろそろ披露宴も始まるんだから会場抜け出せるわけないでしょ。ああ、じゃあ私はどうすればいいの。私は披露宴に出席するなっていうの。ひどい。そんなこと言ってないでしょ。早く自分で代金払ってこっち向かってきなさいよ。だってお金ないもん。お金持ってないって。じゃあどうするつもりだったのよ。お姉ちゃんがここのフレンチ食べに行くって聞いたから。フレンちゃんが嘘ついたからこんなことになってるんだよ。ひどい。最低。お姉ちゃんに騙された。招待状なんてもらってない。結婚式なんて聞いてない。そのバカね。早くお金払いに来てよ。いい加減にしなさいよルコ。いつもいつも人にたかっておごってもらえるのが当たり前だと思って。小さい頃は体も弱かったからお父さんもお母さんもルコを甘やかしてたけど、もうすっかり体も丈夫だし何も問題ないでしょ。それなりにいつまでたっても甘やかされて当たり前って思ってるでしょ。だってルコはそういう存在だもん。言っておくけど28歳無職実家暮らし人のお金で生きてる人なんて誰も可愛いとは思わないわよ。なんなら事故物件よ。事故物件？そんな私にはいつか白馬に乗った王子様が迎えに来てくれて。そんなことあるわけないでしょ。この時代に床にへばりつくな。うちのレストランの品格が。ご神父様、そろそろ入場のお時間ね。はい、すみません、すぐ電話終わります。とにかく今日は私の結婚式でそっちのレストランには行けないから。それにお父さんとお母さんも行けないと思うわよ。だから自分一人でなんとか解決してね。ちょっと待って。そんな。じゃあね。お姉ちゃん、あのいろいろ騒いで失礼しました。申し訳ありませんでした。おお、遅かったな。化粧直しに時間かかったか。ごめんね、ちょっと電話がかかってきちゃって。ママ、お姫様。ありがとう、リリー。本当だな。その、今日のラムはいつにも増して美人だな。もう帰りったら。よし、それじゃあ行くか。え？それでは、新郎新婦、そして娘さんのリリーちゃんのご入場です。お姉ちゃんも、お父さんも、お母さんも電話がつながらない。この電話は電波の届かないところに。どうしたらいいのよ。お客様、お食事はお済みかと思いますが、お会計をさせていただいてもよろしいでしょうか。お食事代は締めて324,500円でございます。高っ。先ほどお金をお持ちでないといったお声が聞こえましたが、行く。お支払いいただけないと無銭飲食になりますので警察をお呼びすることになりますが。警察？どうされますか。結婚式から1週間後。私は結婚式を無事終えることができた。ちなみにルコは最後まで披露宴に来ることはなかった。というのも、それで食事代が払えないってことで結局お店の人に警察を呼ばれちゃって、結婚式終わりにお父さんがお店に駆けつけて代金を払ったのよ。それでお父さんついに怒ってルコを実家から追い出しちゃったの。お前は常識と社会性を身につけろ。だからルコは今アルバイトしながら狭いアパートで一人暮らししてるわ。そうなんだ。だそうだ、甘やかしてしまった私たちの責任もあるが、ルコにはこれを機に自立してほしいと思う。正直ルコのおごって攻撃から解放されて私もほっとしている。私も子育てするときには甘やかしすぎないように気をつけようと思う。ママ見て見て。
素敵な絵、リリーは絵が上手ね。うん、ラムよ。リリーです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。ルコのしたことはとんでもないけど、あそこまで鮮やかに招待状がなくなっちゃうなんて。ピタモラスイッチ。うん、ちょっと違うけど言いたいことは分かったわ。みんなもコメントよろしくお願いします。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。また会いましょう。